酒田市と山形被害者支援センター、自動販売機を取り扱う佐藤総業の3社は、自販機の売り上げの一部を犯罪被害者支援に充てる、協定を結び、協定締結式を4日、市役所で行いました。本当に良かったな。実現していただいてありがとうございました。皆さん実現していただいてありがとうございました。なんとかこの皆様のお役に立てればと思っておりますので、今回設置できて大変良かったと思っております。まあ、将来、地方自衛にですね、この被害者支援を、思いというか、ね、そういうのが広がればいいなというふうに思っています。この自動販売機をきっかけに、犯罪被害者の皆さんに、県内市町村の施設での設置は、真室川、小国に続き3件目となります。